こんにちは、ヒカリです。最近若干ね、このメインチャンネルのヒカリインサイタマのチャンネルの動画の更新度がね、ちょっと低いかなと思うんですけど、更新頻度が低いかなと思うんですけど、それはね、実はね、ゲームチャンネルをやってるからなんです。最近動画でもちょこちょこ言ってるんですけど、ゲーム実況チャンネルをね、やっていまして、今まではちょっとキャプチャーとかも大変だったりとか、 まあ、自家撮りしてる時もあったりとかね。まあ、あとはね、キャプチャーしてるんだけど、まあ、プレイ2だけとかうまくいかなかったりしてるんだけど、今なんとね、任天堂スイッチを完璧にキャプチャーして、ほぼ完璧なね、実況動画を作れてるんですよ。そんで、キャプチャーっていうか、ゲームキャプチャーは、ハードオフで買った、アバーメディアのね、キャプチャーを使ってるんですよ。ゲームキャプチャーを。ちょっとね、あの、型番まで覚えてないんで、ちょっと説明欄にね、アマゾンもまだね、あの、商品ね、あるんで、それちょっとリンクは貼っとくんですけど、 そこから見てもらえば分かるんだけど、それを使ってるんですよ。それはハードフォンはジャンクで買ってて、まあリモコンがないから多少不便なんだけど、それを使えるんですよね。ただそれって、外付けハードリスクを付けなきゃいけないやつで、逆に言うと、外付けハードリスクを付ければ、あの、パソコン不要でゲームキャプチャーができるよっていう、しかも自分の音声も入れられるよってやつで、便利なんですよ。だけど、ハードリスクのも、まあ USB があって、USB からポータブルハードリスク、外付けハードリスクをね、まあポータブルハードリスクか、 をつければいいんだけど、あの、ポータブルハードディスクじゃなくて、USB メモリーでもよかったんだよね。だから、プレ2のゲーム実況の時は、USB メモリーでやってたの、こんなちっちゃいやつで。だけど、任天堂 t e n d Switch とかになると、USB メモリーだとなんかうまくいかなくて、やっぱなんか転送速度が遅いとかなんかいろいろあるんだろうね。そんな結局ね、なんか、USB メモリーが壊れちゃったんですよ。そう。壊れちゃって、なんかね、 パソコンに接続しても、なんか、もう、なんか、本体が破壊、破損しているので、みたいな。出ちゃって、使えなくなっちゃって、ああ、じゃあもうそれだけハードィスク買うしかないなと思ったら、SSD でもいいって書いてあって、ほんでいろんな人からよく聞くのは、ハードィスク、HDD より SSD の方が絶対いいみたいな。で、なんかネット見てもやっぱ SSD は HDD より早いみたいな。そしたら早い方がいいでしょうと思って、あの、a z o n で調べて、まあ一番ね、 良さげなやつを買いました。それがこちらです。バッファローのポータブル SSD。型番こんな感じになってですね。を買いました。で、商品自体はこれですね。めっちゃちっちゃくて軽いんですよ。なのにね、お値段はね、軽くなくて、6000円、まあ、1万円弱するんですよ。6000、まあ、1万円弱は言い過ぎか。6000円ぐらいするんだよね、これ。定価は1万円ぐらいするんだっけわぁ、まあ、ね、なんかすごい高いんだよね。とにかく、こんなちっちゃいのに。こんなちっちゃくて軽いのに、 めっちゃ高いんですよ、そんな。定価以下で買っても6000円ぐらいだからね。めっちゃ安く買っても6000円ぐらいして。しかも240ギガだからね。なんテラとかじゃないからね。やばくないてかまあ俺はいいのを買ったって感じはする。もっと安いのもいっぱいあったんだけど、まあこれはちょっとね、いわゆる仕事道具にもなるわけだから、確実にいいのが欲しかったんで、まあ一番良くて、本当は何テラもあったんだけど、まあゲーム実況でその、ゲームキャプチャで録画したのを入れて、それをパソコンに移すだけだから、 まあ、いちいちデータ消すんで、まあ、240ギガあれば、まあ、むしろ多すぎなぐらい、60ギガぐらいでも大丈夫な気もするんだけど、まあ、60ギガじゃあ不安かって感じはするけど、でも、60ギガとかでもいい気もするよね。だから240ギガは全然余裕なんでやって、これを使っております。そしたら、まあ、そのハードフアジャンクで買ったね、アバーメディアのゲームキャプチャーにこれ繋いで、で、マイクはソニーの繋いで、イヤホン繋いでやる、 で、テレビにね、HDMI をつないでとかやったら、なんと任天堂 t e n Switch をね、うまいことキャプチャーして実況できてるんですよ。ちょっとね、あの、僕のゲームチャンネルをね、下にリンク貼っとくんで、そっから最新の動画とか見てほしいんですけど、僕とは思えないほどの完璧な実況動画をやってますから、あ、見やすいなっていう、映像綺麗だなっていう。音声もちゃんと入ってて、ゲーム実況、しかも最新のゲームをやれてますからね。 ススイッチのスプラトゥーン2をやってますからちょっとね、これね、いいよ。やっぱ SSD 早いのかなって気はする。こっからパソコンにね、映すのもね、まあ、ストレスフリーでやれるんで、すごいいいですよね。今んところ最長でも30分ちょっと ?31 分とかそんぐらいの動画しかまだ作ってないんだけど、1本ね。うん、ぐらい。1本で30分ぐらいかな。短いのは10分とかなんだけど、 でもね、その30分とかね、30分超えの動画もね、無事できてますしね。いや、いい感じですよ、ゲームキャプチャーやって。うん。ゲームキャプチャーね、僕が使ってるやつ割といいかもしんない。結構古い型番で、昔、カズチャンネルさんとかも紹介してたんだけど、あのー、今でも使えますね、スイッチでも。その代わり、一応ね、出力っていうか、あの、録画のね、あの、まあ、1080p とかってあるじゃん。 画質なのかなうん。でも、1080p じゃなくても、正直、720p でもいいじゃん。だから僕は 720p にしてる。もしかしたら、1080で録画してもできるのかもしれないけど、720ですね。なんか、僕も、ね、こう、モニターした感じ、全然、自分でもね、見てるんだけど、自分の動画ね。全然 720p でね、まあ、スプラトゥーン2見るのには問題ないかなって感じするんで、一応 720p にしてます。1080でもいけるかもしれないけどね。まあ、ちょこちょこいろんな設定をね、しないとね、 設定っていうか、あのな何画面サイズとかいろいろ、そういうのはね、最初失敗したりしたんだけど、でもね、徐々に成功して、ねマイクの、ね、場所とかはね、初めヘッドセット使ってたんだけど、ちょっと音が割れちゃうんで、マイクは離して、うん、ある程度の距離をね、口との距離を離しすぎでもなく、近づけすぎでもない、ちょうどいい距離にマイクを置くっていうのも大事なんですけどね、今度ね、ちょっとまだ今、部屋が片付いてないから、ちょっと紹介しづらいんだけど、今度またね、機会があったら、僕のゲーム実況の環境を完璧にお見せしてます。 うん、すごい簡単だから。あの、ニンテンドースイッチは 3DS と違って、スイッチ本体から HDMI ケーブルを伸ばせるんで、で、出力できるんですよね。だからゲーム実況にも向いてるというか、もうニンテンドもゲーム実況なんか解禁したじゃん。だから、まあ実況しやすいね、あの、ゲーム機ではあるのかなって感じはしますね。もう皆さんやってますよね、すごい。でなんかまあニンテンドはね、あの、まあ収益化する場合は、ニンテンドとなんか契約交わして、 で、なんか刺激のいくらか、ね、任天堂に払えばいいって感じなんですよ。で任天堂が持っていくって感じで。まあ、だから、うん。公式でゲーム実況でまあ、今の場合ね、僕はまだね、チャンネル登録者少ないんで、その、ゲーム実況チャンネルはね。だから、あのー、刺激系になってないんだけど、とにかくね、うん。任天堂スイッチ、楽しんでます。まあ、今んところスプラトゥーンが楽しすぎるんで、スプラトゥーン1本でやってるんだけど、まあ、これからはね、 なんか、リクエストがあったのはね、あの、フォートナイト。あれ無料でやれるらしいからね、フォートナイトとかね。ま、あいろいろ、スマブラとかポケモンとかもやっていきたいなと思ってるんでね。あのね、皆さんに伝えたいことは、このやっぱ SSD っていいなっていうことと、僕のゲームチャンネルを見てほしい、知ってほしいっていうことです。はい。ぜひね、よろしくお願いします。ほんとね、頑張ってるんでね。頑張ってるっていうか楽しいんでね、今ね。 いや、ゲームがこんな面白いとは、あとゲーム実況はこんな楽しくやれるとは思わなかったですね。ほんとね、素晴らしい。うん。あとまあ、ゲーム実況チャンネル見ていただいた方はコメント欄でね、なんか、ご意見などね、なんか、いただければ嬉しいなと思います。はい。ということで、今回は以上です。いやー、よかった。これ、これ買ってよかった。最近買ってよかったランキングのね、その、デスクトップパソコンにつないだバッファローの、アンテナ ?Wi-Fi を受信する、受信機 そう、このバッファローのね、これいいね。なんかバッファロー信者みたいになっちゃってるよ。もうやばいよ。SSD がいいね。サクッといく。やっぱ、まあ、ハードリスクでも多分、うまくいったのかもしれないけど、せっかく買うなら、こっちにしようと思って。も、ま、う、あ、高いけどね。高いけど、まあ、マイクロ SD カールとかも結構高いじゃん。だからそう考えたら、まあいいかなと思って。うん。これでも。 バッファローのやつね、これ。箱がめっちゃシンプルなんだよね。めっちゃシンプルっていうか、なんか、何これと思って。なんか、試供品的なやつが届いたんかなと思ったらさ、ねえ、ちゃんとした商品でしたね。なんでこんなシンプルなんだろう。なんか、坊主みたいな感じじゃないめっちゃシンプルなんだよね、箱が。真っ白でびっくりしたもん。ほんで、あと思ったよりちっちゃくて薄くて軽かった。これ見せちゃって大丈夫なんかな、いろいろ。あ、でもまあ、これにね、情報とか入れるわけじゃないから、ね。あ、情報入れるか。 あの、あれね。これをネットで検索しても多分出てこないとは思うけどね。大丈夫なんかなこういう HDD とか見せても。まあ大丈夫だろうな。なぜかっていうと、まあ、まあ、大事なデータは入れないっていうか、僕のゲーム実況動画しか入れないしね。うん。いやでもまあこれになんかいろいろデータとか入れてもいいんかなどうなんだろう。音楽のデータとか入れてさ、あの CD 音源をさ、映しとけば、CD なくしても大丈夫みたいな。パソコン初期化しても大丈夫みたいな。 そういうのもあるのかななんかいろいろ勉強したいけど、ま、あ一旦ね、ゲーム実況の、えー、まあね、専用機という感じにしたいと思います。いや、ほんとアバーメディアのね、録画機もね、うん、まあ、簡単にボタン一つで録画できたりするし、次はボタン一つで録画できるし、あと、配線も簡単なのよ。任天堂 t e n d Switch があって、HDMI ケーブルをゲームキャプチャーにつないで、 で、ゲームキャプチャーの出力から HDMI でテレビにつなげば、えー、モニターできる。録画してモニターもできるから、遅延もないからね。そして、あのー、音楽、音はイヤホンつないで耳で聞きながら、音自体はもう、あのゲームキャプチャーで、は、この、これにつね、これつないとけば、SSD に録画される、録音されるし、録画もされて、んで、えー、ゲームキャプチャーのマイク端子マイクのところにマイクつないとけば、自分の声も入れられると。 それだけ。あとは電源入れて録画ボタンを押せばいいだけ。簡単だよね。うーん。すごいシンプルなんですよ。ゲームキャプチャー、パソコン使わなくていいっていうのは、まあ、うん、楽かん。あとパソコンのスペックによってさ、なんか、カクついたりとかなんかいろいろあるわけじゃん。そういうのが全くないんで、このね、あの、まあ、うん。USB メモリーだったら安いんだけど、それだとね、ちょっとやっぱ、 あの、速度の問題が出てくるらしくて、転送速度とか。あとは結局 USB メモに壊れたしね。うん、破損したからね。破損っていうのは物理的っていうか、なんか、何その、中の機能かか,かなが破損したみたいで。破損してますって出ちゃったからさ。8GB のやつ使ってたんだけどね。あ、そうそう。だから、これ 240GB あるけど、8GB でもね、足りるんだよね。こ,こと足りる。 だって、録画するのにさ、そんな何十ギガとかも録画っていうのは、そんな24時間ぶっ続きで録画するとかじゃないから。そう。で、あとは、あ、そうそう、これね、SSD にして、なんで高い方を選んだかっていうと、うあのまあ、毎日使うものじゃん。毎日使うものって、ほんと、ちょっとした差がすごいストレスになったりするから、蓄積して。そういうのもあって、ちょっとこれを選んでみました。まあ、言ってもまだね、あんまり知識的にはそんなないんだけど、でも、うん。 今んところゲーム実況できてるんで。本当に、ね、できてるから見てみて。じゃあ、このチャンネルと分けた理由としては、まあ、雑多になるかなっていうのが大きいかな。うん。あと、ゲーム実況はなんかまたね、そのゲームメーカーがルール変わっちゃって動画全部消さなきゃいけなくなったりする場合もあるわけじゃん。いろいろと。だからまあ、分けといた方がいいかなっていうと、まあ、あとは一般的にね、みんな分けるしね。ゲームチャンネルの方は。また視聴者層がね、被ってもいいし、被らなくても面白いかなっていう。 感じもするんでぜひね、まあ、見てみて、まあ、でもゲーム実況も好きだなっていう人はね、見てもらえれば嬉しいです。ということで、この動画は以上です。よかったらね、評価ボタンも押してってください。チャンネル登録、コメントお願いします。説明欄からゲーム実況チャンネル見てってください。じゃあまた、バイバーイ。